はい、こんにちは、ちつです。ではチャンネル登録お済みじゃない方は先にチャンネル登録を、お済みな方は高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。では今回から妖怪ウォッチ3すき焼きやっていきますが、これ男の子にも女の子にも名前をつけるってことですよね。それだったらせっかくだから関連性の高い名前がいいかな。ではまず男の子は、トランプくんです。で、続きました女の子ですね。ちなみに妖怪ウォッチシリーズは完全初見プレイなので非常に楽しみです。めっちゃ面白いらしいからね、ようやく手を出しました。じゃあ女の子はヒラリーちゃんです。トランプくんとヒラリーちゃんでいきます。通信プレイの時の自分の名前を決めてください。じゃあヒラリーちゃんを当選させます。すき焼き大丈夫かなこの名前。この作品はフィクションです。実際の人物などには一切関係ありませんよ。あー美味しそう。いいなー、あんまりすき焼きって食べたことないです。いつもね水炊きとかばっかりだったかな。タイミングよくボタンをタッチして上手にやろう。光の玉がサークルに重なるタイミングで押し、ごちそう美味しく食べる。ちょっと待って待って、いや美味しそうすぎるから。あ、オートゲーじゃん、オートゲーだ。よいしょ、おいしょ。はい、オートゲーは結構やりました。ダンスダンスレボリューションとかポップミュージックはそこそこできる方です。よっ、はっ、おい、よいしょ。このオッケーでいいのかな、クールとオッケーどっちがいいんやろ。はいはいはい、クールの方が良さそうですね。じゃあ私音感ないじゃん。はい、よいしょ。はいはい、よいしょ。やったまご、おいしそう、おいしそう。はい、ミー XAB、 あ、君が美味しそうだな。ほい、よいしょ。はい、よいよいよいと。ごちそうさまでした。これ一応40分の40ってことは OK ってことかな。合格、癒しの天使ちゃんを手に入れた。金の粒ボーナス、応用空手講座、なんだこれ、なんかわかんないけどゲットしました。いいものなのかな。ごちそうさま、美味しかった。どれもすっごく美味しくてもうお腹いっぱいだよ。そうか、それはよかった。それじゃあお父さん、そろそろあの話を。あ、そうだね。え、どうしたのあの話って。実はな、トランプ、父さん転勤になっちゃったんだ。え、転勤？どういうこと？転勤ってどこに？どこなの？ USA！ 外国にいきなり転勤。海外に。トランプ、お前も一緒にな。急すぎるだろ。行くぞ！待って、海外って妖怪いるの？ドラキュラとかじゃないの？ウィス？第1章。二つの妖怪ウォッチ。セントロピーナッツバーグ、サウスモンド地区。なんか平和そうなとこですね。適度に都会って感じ？いや、都会だな、完全に。あー、ゴロゴロしてる。ジバニャン、かわいい。よいしょ、よいしょ。やりましたね。いい感じに片付いてきましたね。にゃは、新しいお部屋だにゃん。かわいいな、ジバニャン。トランプ、そろそろ家の外に行ってみないかにゃん。そうだね、行ってみよう。おっと、それでしたら、ジバニャンとお二人でどうぞ。なんで？私は妖怪通販で注文していた荷物をここで受け取らないといけませんので。あ、そうなんだ。それじゃあ行ってくるね。妖怪通販っていうのがあるんだ。
妖怪にもアマゾンが必要だな。 B ボタンでダッシュですね。うんうん。話しかけたい人には A ボタンを押せと。周りが見づらいときは LR ボタンを押せと。 LR ボタン、これか。お、早い早い、めっちゃ早いじゃん。これもメーターなんだろう。あ、走るにも体力がいるのか。細かいなぁ。何ですかトランプくん。わ、私忙しいディオス。え、なんか怪しい。にゃはん、こっちのお部屋も快適にゃん。かわいいね。でも日本の妖怪なのに海外出てきちゃって大丈夫なのかな。ちょっとね、私今までのストーリーやってないので、どういうつながりがあるとかわかんないんですけど。トイレ、まあただ仲は良さそうですね。ジマニャンってあれでしょ、なんか飼われてたけど交通事故で女の子かばって亡くなっちゃって、それで妖怪になっちゃったんだよね。気持ち悪いって言われちゃったんだよね確か。何お母さん、あれいつものメガネどうしたの、イメちゃん。あのね、違うわよ、どこかにメガネを落としちゃったみたい。メガネを落とす、メガネって落とすもんなの。それな、ずっとかけっぱなしなのに。ほんと変よね、メガネを落とすなんて。トランプどこかで見なかった、いや見てないけど、まあ、2回いたもんねトランプね。トランプ早く外に遊びに行こうにゃん。でもメガネないとお母さん困るんじゃないかな。確かにそれはそうにゃんね。わかったにゃん、じゃあ俺んちたちでメガネを探してくるにゃんよ。そうしよう。お母さん、俺がメガネを探してくるよ。あら、ほんと？それじゃあお願いしようかしら。でも、任せて。スペアのメガネないんですかね。そうなるんだったらスペアのメガネを用意した方がいいんじゃないですか。私3つ持ってるよ、メガネ。ねえ、トランプ、どこから探すにゃん。まずはお父さんのとこへ行ってみようか。もしかしたらメガネのこと何か知ってるかもしれないし。もうお父さん探してるとかじゃない？お母さん、私がお母さんだったら一番最初にお父さんに聞くけどな。妖怪パッドにアプリが詰まってる。Y ボタンを押してアプリの並び替えもできる。ふん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 。壁紙も変えられるみたいだにゃん。自由にいじくり回すといい。ちょっといじくり回しましょうか。いじくり回す意味深ですね、これね。どれ？どうしよう。これなんだろう。設定かな？おい、壁紙は変えれますね。でも、ブルーがかっこいいかも。先週ミステリー。スピードを、せっかくだから速くして、他はもう変えなくていいか。じゃあ、これね。うん、うん、オッケー。これでいこうと思います。じゃあ、早速、お父さんのところに。あ、いた。トランプどうしたんだ、うん、お父さん、実はお母さんがメガネを、なんだトランプもメガネを探すのを頼まれたのか。え、お父さんも、あ、でも家の中を探しても全然見つからないんだ。それじゃあメガネがあるのは家の外ってこと。それはわからないけど探してみた方がいいだろうな。いや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 、じゃあお父さんこのまま家の中に探してみるから、トランプは家の外を探してきてくれないか。はーい。あれ、アメリカってお外に子供一人で行かせたらダメなんじゃないんですか。すいません、にわか知識なんですけど、どうなんですかね。なんか外に子供一人で遊びに行かせたら捕まるとか聞いたことあるんですけど、非常ににわか知識です。まずどこに探してみるにゃん。メガネが落ちてそうなところ。いや、お外にメガネは落ちてないと思うよ、普通。普通落ちてないから、落ちてそうなところはないかなって私思うんですよね。まあでも探してみます。お母さんのメガネどこだ。お母さんのメガネ、ここ。何もないよね。